こんにちは,にちは夫婦の時間です夫婦の時間はユガちゃんとおかち<対>おかちとあ合ってるユガちゃんが今最も話したいことをペチャペチャお話しする番組ですそして今日は、うん、ADHD の夫と HSS 型 HP の妻と のの暮らしはこんな感じというテーマの後編です、うん、前編は HSS 型 HSP の優雅さんにフォーカスして、うん、今日は僕 ADHD の夫僕を、うん、っちにフォーカスしてお話ししていきたいなと思います。はいはい はあ、言えた言えた言えたな楽しいわだから ADHD さんとして出演すんのめちゃくちゃ楽しいおかっちさに別に診断されたわけじゃないのになんで自分が ADHD やと思ったんいやもうこれね ADHD の,あのいわゆるネットとかでねいろんな診断基準があるんですけど、うん、それにねかなり当てはまってるでもねあの軽症です僕はあの全部当てはまってるわけではなくていくつか当てはまってるっていう感じですね さっき私やってみたらさ「うん、あなたは ADHD ではありません」って出てきたいや絶対違う犬ガさんは犬ガ <laughs> <う>さんは全然違うもっちゃめちゃ冷静やし落ち着いてるしオカッチはね昔からほんまに格闘してたやりたいっていう衝動性とや,やったら嫌われる<闘>やめときな、うん、<闘>なんて言ったオカッチ格闘一緒やんいいやん 格闘や自分の中で格闘したんてて、うん、<laughs> やりたいっていう衝動性と「いや抑えとけお前」っていうこの,この中で格闘してこう引っ張り合っててでドカーンって衝動したら楽しいんやけど居場所がなくなったじゃあ自分隠れとけ隠れとけって押さえてたら苦しくなってたと葛藤はあるの葛藤持たずにやっちゃうんじゃないの葛藤はあるやんや葛藤毎瞬間格闘葛藤ある、うん、子供の時はもう出しまくってた でも出しまくって嫌われたからいややめとけって抑え込んでたっていう繰り返しを出すか抑えるかしかできへんかった昔は本当に苦しかったっていう感じなんですよ。うん、で ADHD って何なのかってことで、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、うん、まあ要は不注意不注意と多動性の2つの特性を中心とした発達障害です。まあ、病気ではなくて 気質なんですよね。うん、そういうまあい何ていうかいわゆるちなんだ気質って言うとどういうこと言って？特性？特性ですね。はい。病気というよりも特性なんです。そういう人がいるなっていう特性なので。 あのもちろん強みもあればそれが悪い形で弱みとして出てくることもあるということです、ね、そそう,そうなんかその人類が ADHD の人とそうじゃない人ってこうパキッと分けられるわけじゃなくて、うん、そそいろんな特性が複雑にある中で。 この人は君はこういう傾向が強いねっていうのを、うん、便宜上 ADHD っていいうう名前をつけただその通りその通りだから、うん、僕もだから一つの特性として理解してるし、うん、自分であることを誇りに思ってるし、うん、これが今のこの自分のこういう特性があるからこそ今自分がやりたいことを実現できたこともあるしもちろん実現できなかったこともあるけどものすごい自分のことが今は大好きになってます、うん、でも昔は大嫌いだったよもちろん。うん、だって 僕の目の目周りにいる人が「お前あっち行け」とか「一緒に遊びたくない」とか、うん、ずっと一人ぼっちやから,、うん、だから教室にいる世界が全てなわけやんか子供,、ね、子供の時はね、うん、だからその時にそういう扱いされたら「うん、僕はダメなんだここにいたらダメなんだ」という気持ちになって自信がなくて自己肯定感が低くて自分のことが大嫌いやったっていう過去があったよ。 あったうん、でこの ADHD っていうのは人口の2.5%ぐらいみたいですね、うんまあ、有名人で言ったらウィル・スミスであったりさかなクンちょっとイメージつきにくいかもしれないけどめっちゃつくやろつさかなクンであったり <laughs> <ん>あのジミー大西さんとか、うん、長島舜雄さんとか ADHD やったみたいですで、まあ、いろんな特徴があるんですけど僕が当てはまってた項目で言ったら、うん、あの忘れ物が多い うん、ほんまに忘れ物するんですよだからあの切符とか買ったらそれ持ってられないんですよ絶対なくしちゃうから、うん、これはちょっとごめん優香ちゃん持っといてっていつも言ってこれは無理なんですよねもうくちゃくちゃしちゃうんですよもらったらくちゃくちゃしてしまってポケットに入れてそれが落ちてしまってなくなってしまったりとかするということで忘れ物が多いっていことであったり、うん、強い刺激を求めるだから退屈待機なんですよ暇な時間が1分1秒あってもダメなんですよその時間にに例えば今あってねあの僕常に 同時に4つぐはいいですけ、ね、ど、うん、3つぐらいかな、まあ、足のリハビリでこうやってバランスの練習をしながら音声ラジオを聞いてあとはそれでこの目の前に企画書入て企画案を練ってるとかこのより1時間という時間でよりたくさんの刺激を同時に求めてしまうんですよね、うんうん、退屈な時間はブブーなんですよじっとしてないよなずっとじっとしてないうんまあもちろんね今はこういうあのスキルを身につけたから うまくこの衝動性今これ完全に ADHD のそのまま出してるからかなり衝動性激しいけどいつもこんなんじゃないですよやっぱ抑えるところと出すところってちゃんと分けれてるんだけどそれはスキルを身につけたからでもこのスキルがない状態だっもううわーって感じですよだからもうすぐにもう集中力ないからもうどん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 気が散っちゃうんですよね、まあ、こう勉強しててもあ漫画見つけたらあで「スラムダンク」読み出して「スラムダンク」飽きたなと思ったらちょっと音楽聴いて音楽聴いてたらもうテンション上がってきた踊っちゃえみたいな もうこうなんかいろんなことを同時にもうしちゃう感じすぐに気が散ってしまう感じであったり、うんうん、で唐突に発言するもう言いたいこと言いたいんですよ、うん、もう衝動性激しいからやりたい言いたい言っちゃえみたいな感じが僕は結構当てはまってましたねだからそんなこと感じることあるゆ雅さんのことですよ。ああそれはあるわ怒られるわなあ<の>。 ある,ある <laughs> まあ人間誰でもあるんやけど、うん、尋常じゃないぐらい多いからかあのもちろんさいちいちそこ指摘あげ足取るみたいにさ指摘せんでもさ、うん、分かればいいんやけどあまりに多かったりとか、うん、あとはあのー、ちゃんと言えてないことによって会話が成立しない。うん 時とかその文脈で読み取れない時とかもあるわけやんか、うん、そういう時は困るし私はすごく言葉をすごくなんていうの慎重に選んだり大事にしたいタイプやから。うんうんうん イラッとする。そうだ、ね、から <laughs> と特にあの身近な人距離が近い人っている時はもうそのままの自分がやっぱ出てしまってるから抑えようっていうのがないんね普段はやっぱ仕事とかしてたらやっぱこう出てコーチコーチングしてたら出て,出てくるとまず出てくるよ聞いてるよ出てくるけど人による人に <laughs> そうやっけ、うん、人による人による、うんうん、っていうのを抑えてる、うん、けど優雅ちゃんといる時はもう完全に そのままやからでもそれも前編でも言ったけどあこれはリスペクトなことやなと思ったらちゃんと言い聞かせてその手順を見つけて、うん、その手順通りにやるっていうのを逆に言ったらめっちゃ身につけた、うん、その自分のこの,気この衝動性をうまく正しい方向に伝えるためにどういう手順でやったらいいのかっていうのを手順を作るプロになった。 だからさなんかすぐ物なくすとか言ってたけどさおカッチのこの生活空間ってこれはここに置くっていうのが全部決まっててカバンはここに置くとか iPhone の充電器はこことここにあるから iPod はこっちでスマホはこっちで充電するとかもうボールペンはこれとこれをここに置くとかさ全部決まってるよ。 だから、な、だから、散らかれへんし。<う>あんまり、だから、切符とかはさ、イレギュラーなもの。ルーティーンの中にあるもの、別になくしたりしない。よね、うん、それはしない。ルーティーンにあるものは、それ、うん、あの、やっぱ忘れ物をするとか、探し物をしてる時間がものすごく多かったから。うん、その瞬間に、やりたいことができなくなっていうか、超ストレスやったよ。 だからそうしないようにもう設計をするプロになった、うんほんま、自分のこの、うん、性格をうまく社会に順応させて自分が本当にやりたいことに時間を注ぐために小さな手順をうわーってこう書いたりとか、うん、その手順通りにやったらうまく発揮できるだろうなってそ,そこの設計するプロになったらど、ね、うせ線が完璧で,、うん、で,でその動線に不具合があったら、うん、もうすぐに、うん、もうその瞬間すぐに。うんうん 解決する,よ、ね、するなんか例えばここにマイクスタンドがいるなってなったらもうすぐ買うし結構あるよねある仕事でも問題が起きたらその問題が二度と起こらないようにしたい僕としては、うん、問題がある時っていうのは本来やりたいことに集中できない時だから僕はそのやりたいことに集中したいから問題が起きたらそっちにやらないといけないだから問題を起こらないようにする ためにどうしたいのかっていう設計をものすごく考える。すごい、うん、そこはもうね、執念を。感じる<念>なんか。うん、後回しにするっていうことがまずない。まず絶対に。<laughs> だって後回しにしても、そのと、例えば、もうわかりやすく言えば、まあ。あの、ろ、な床に水がこぼれていた。もちろん、拭くのは大事だね。でも、それがなんでこぼれていたのかっていうことは。 ちゃんと判明しないと、また同じ問題が起こりうるやん。もしかしたら天井に穴が開いていて、そこから漏れててこぼれてるんだったら、天井をちゃんと塞がないことには、また同じ問題が起こり得て、その時に僕がやりたいことを作業を止めてやらないといけない。そうなるから、問題が起きたら、その問題を解決する。つまり床を拭くことは大事だ。これ絶対大事よ。 滑るからで解決し終わった後にその問題が起きないようにちゃんと床を直さないとダメなんですよ。天井な天天井井ねここここういううういいととですううとううを直さないといけないからそれはだから仕事の面でも,もちろん一緒に行ってる人というのはストレスになるかもしれへんけれども問題を起こさないようにするというのはお客さんの満足度につながるから。ほいでさオカッチがやっぱ走行すごい執念で徹底してるからさ、うん、あ やっときますって言って後回しにされたりとかされたらいらいらするやろイライラするし <laughs> そして同じ失敗するのは OK 全然 OK だけど失敗を繰り返されるのは超スストレス、うんうん、失敗するっていうのはコストかかってるんですよそこ、うん、だからそのお客さんに迷惑をかけるとかもしかしたら辞めてしまったりとかそれは OK なんですよ失敗するのはしゃあないでもそれを繰り返してしまうとずっとコストを支払い続けることになるから、うん、そこは 向き合ってほしいっていうのを思ってしまう、うんうん、だから厳しいとも一緒にいるとあと ADHD の特性やとは思うんやけどドスンドスンはあるよねなんか体が大きいとかもあるけど、うんうん、結構なんかなんやろうな物を壊しがち、うん、それはかなり <laughs> 自分も怪我しがち,怪我しがち今日もほんまにこう爪ちょっと見えへんけどめくれてしまっていっていうのをもうケガし,、ま、しがちなんですよその時にうわーってこうその気にせずに動きたいからそこで何かもあったりしたら怪我しちゃうんですよ、うん、なんか足踏まれたりとかさ、うん、結構それ今さ踏んじゃでしかも大きいから痛いわ、うんうん、かる 結構喧嘩になるな、るそ,<れ>それはなるし、うん、自分自身も今までは丈夫やったから大丈夫やけど <laughs>、うん、ちょっと大きな怪我を結構し,し,してるから最近してるなアキレス腱を切ってしまうとか,、うん、なんか耳が膨れてきたりとか,、うん、なんかここ今今日怪我したとか、うん、それはちょっとまずいなと思ってちょっと、うん、ちょっと ADHD さんをうまく発動さなあかんなっていうモードになってる最近 まあいいところとしてはやっぱその衝動性が強いからアイデアを実現させるスピード感はすごいある、うん、うんすごいあるしあとその執念なんかこれをするって決めた時の。 執念がすごいからちゃんとやり抜でそれをやり抜くためにどうしたらいいのかっていう、うん、多分その ADHD の生きづらさを克服する、うんうん、克服するというプロセスで培ったスキルを生かして、うん、ほんまに最後までやり抜くっていうことに対するもう執念がすごい。そ<う> <laughs> だって今まで自分を表現して誰にも認めてもらえなかった学生時代25歳ぐらいまで。 ずーっと。まあ、大学でラクロスをやって、結果を出したからみんな付き合ってくれた。そういうのはある。でも、それ条件付きやん。うん、こいつはプレーがうまい。いわゆるスキルが高いから認められて居場所があるっていう。でも、それってありのままの僕じゃないわけなんよ。だから、本当のありのままの僕が認められたっていうのは十五いや、3十以降なんよ、正確に言えば。社会人の時も結果が出したからみんなうまく付き合ってくれたけど、そうじゃない。自分のことはやっぱ嫌われてたから。うん、うん。だから、 本当にたくさん問題を抱えてて、でも自分らしく生きたいという気持ちがあった。だから、うまく自分を表現して、周りにも受けてもらいに、受け止めてもらえにはどうしたらいいのかっていう、徹底して考えた。それがライフスキルだったんですよ、僕の中では。うん、ライフスキルというものを見つけたら、自分が持ってる魅力とか才能とか、まあ、学んだ知識を うまく発揮でできるいつでもどこででも発揮できる、うん、これがライフスキルなんだって気づいてから僕はこれをライフスキルを身につけようと思ったしでこれを同じように苦しんでる人に教えたいと思って、うん、だから今和歌山でライフスキルの学校をやってるその具体的にはその問題が起きた時にその問題を起きないようにするにはどうしたらいいのかっていう問題を解決するスキルもそうだしそれが起きないような仕組みをちゃんと作る意識するだけでも無理なんですよ意識ととかか忘れないようにするとか その気を引き締めますじゃなくて忘れててもその問題が起きないようにする仕組み状態環境を作るっていうことを徹底してやったんで、うん、そこに関してはものすごく自信がある。うんうん し ADHD で今苦しんでる人の社会で居場所がなくなったり自分の力を発揮できてない人には本当に強く伝えたい本当にそれはライフスキルというものをちゃんと身につけたらそのあなたが置かれてる職場でもちゃんと自分の力を発揮できるんだよっていうのを心からそれは言いたいだから僕はほんまに子どもと大人にそういうライフスキルを伝えたいという活動を本当に真剣になってやっていきたいなって思ってる、うん、いいやうん いい感じにまとまって <laughs>、うん、まとまってまだ終わりじゃないけどそれでまあ,あ、まあ、そう終わりに近いけどなうん,うんそうやな僕が気をつけてることを優雅さんに気をつけてることな、うん、優雅さんが僕にあじゃあ僕がそうやっていろんな問題するけど優雅さんがおかちと付き合う時に、うん、ADHD さんの夫とうまく生かすために優雅さんが努力してることってあんの、うんうん、えー、っとイラッとした時にそれを我慢しない。うん <笑><笑>なんか言い間違いとかで、うん、やっぱり私イライラするしやっぱ物壊されるとか足踏まれるとかで、うん、すごい、うん、その都度イラってする,する、うん、その小さな怒りやで、うん、そんなすごい恨みとかじゃなくて、うん、だ,からだからそれを溜め込まないから恨みとかにならないんやと思う。うん それはなんかさっきの何、うん、床なみたいな <laughs> 天井やでみたいなことをちゃんとなんかあんまり言い過ぎても揚げ足取りみたいになったりとかするから。 なんかあんま言わんほうがいいんかなとかって私はさ HSP のあれで、うん、まあ考えるわけさ言わんほう <laughs> がいいんかなとか考えるんやけどそれをでも気になってイライラしてるのにそれをぐっと押し込めるってこと日常でもう大量にあるわけやからさそ,それをやってると多分それがもう恨みつらみになって破綻するからる足踏まれたら全力で抗議するしする <laughs> でもありがたい。ちゃんとそれを 表現するだって、うん、おかち今までの付き合いしてたこと一と言言ってもいいんか分からんけど、うん、学生時代な、うん、若い頃20年前の話を、うんうん、その時にお付き合いしてた方と富士急ハイランドに行って静岡を買わせたあそこあるやん Z コースターあるとこでそこに行って「お茶ちょうだい」って言ってお茶も無造作にとって水筒のなお茶を飲んで閉め,めたつもりやったんやけどその,そ,のその入れたんやバーキン緩んでたんやな、うん、バーキンって何か分かんないやん高いカバン高いかを持って <laughs> 入れてたんや、その、その子のカバン入れて、そっからなんかしらいけどジェットコースター乗ったんや。なんかカバン持ち込みオッケーやって、なんか分からんけど。ジェットコースター、それそのまま乗って、 で、そこさ、終わったら、なんか濡れてるっていうの気づいて、カバンを見たら、バーキンがぐっちゃぐちゃやってお茶で。ぐっちゃぐちゃで、その財布もルイ・ヴィトンの財布で、バーキン自体も15万ぐらいするのかな。もっとするよ。で、それで、もう大激流で、おっちょこちょいや、大概にしてくれって言われて、そこから、別々に、大阪まで帰りましたよ。そこから、別々に。<laughs> で、その前,前の1週間前にもあって、アメ村,村でな、2人でデートしてたデートしてた時に、<laughs> 歩いてたら、おかちがこう、ルンルンで歩いてたら、おかちのこう、<laughs> 肘、肘が、服が当たって、うわーって、こう、3つぐらい倒れたんよ。<laughs> で、それを見てて、なんか本当にちょっと嫌そうな顔して、その時は何も言わなくて、で、それから1週間後に、バーキン事件。そう。<laughs> そう積み重な蓄積されていくからそうそういうストレスってそれはもうその都度小さいうちに小さなまだ可愛らしいイラつきの段階でちゃんとそれを出してあげないとこじれるなって思うからおかっちにはもう毎回こじゅうとみたいなあげ足取りみたいに見えるかもしれんけど、うん、ちゃんとそれはあの反対やでとか,か、うん、ちゃんと言うようにしてる。わわかるわ <laughs> それは本当にありがたいし言われるからあ気をつけなあかんねや問題やじゃあその問題を解決するためにどうしようか <laughs> あこの手順この手順この手順でいこうじゃあこの手順を習慣化するためにはまずは3週間やってみないといけないって言って3週間やったらもう無意識できるようになってるっていうのが分かってるから、うん、それは言ってもらえるとありがたい。うん、でなんかお母ちゃん足怪我した時にさやっぱり思うように動かへんからさ なんんかかししょっちゅうものこぼしてたやんかしかた焼肉のタレとか,かプロテインとかさかプロテイン牛乳とプロテインタンパク質のやつがうわーって部屋中にやったやつな,なあれとか,れかすごいほんま心底悲しそうやったからさゆうがさすがにそういう時はさ「もう」とか言わへんわけさ本人がさつらいのわかるからさほ <laughs> <laughs> いで。 で足治ってこの間ヨガあれやんプロテインシェイクして一回開けて、うん、もう一回振ろうと思って閉めたんやけど、うん、その閉めたのが緩かってさ、うん、振った瞬間にブワー出た時にさオカッチも「わかるよオカッチもそれやって悲しかったから」って言って。<laughs> 悲しい気持ちわかるよっって一生懸命拭いてくれたりしてたり、うんうん、まあまあねこれでね、まあ、ADHD もう世の中にいっぱいいると思うんですよ、ね、大人でもね、うん、まあ言いたいのはそれはあなたの特性であってそのあなたの何でか,、うん何でか 病気でもないしマイナスでもないし、うんうん、その特性を上手にちゃんと使えたらあなたにしかない武器になるからそそうそう、うん、なんか HSSHSP とかはね、うん、逆にいろいろ調べたらね「うん、あの天才気質」やって書いてくれてるサイトとかもいっぱいあって。うんうんうん あのま、んざらでもないただこのファッション HSP っていうのがやっぱ最近増えてるんやってあの実は別にふ、うん、普通っていうか HSP のね、うん、あの特性そんなに顕著じゃないのに、うん、自分は HSP ですみたいな感じで、うん、あのブランディングしていくっていう、うん、<laughs> 別にええんちゃうと思うけどな,あな、うん、こんな,んなあの自己申告やからさ。なるほどね 大人もそうやけど子供もやね僕,僕がこんな感じやから、うん、発達障害系の子がね結構いっぱい集まってきててでも本当にその子供たちにも本当に伝えたいのはあ,のあなたにしか持ってないその武器をうまくちゃんと表現できるようにするもちろんそういう発達障害のお子さんを持っている親御さんとの関わりっていうのは少しちょっと工夫がいる部分もあるけれどもそれはその,その子にしかない魅力であって才能であるのでそれをちゃんと発揮できるように、うん、あの関わり ができたらいいいなと思いますそれはねまた YouTube でどのように関わったらいいのかっていうのをまたちょっとねご紹介することもあると思うんで、ね、またチェックしてもらえたら嬉しいです。うん、こんな感じかな。うん、はいということで、えー、今日のテーマは「ADHD の夫と HSS 型 HSP の妻の暮らしはこんな感じ」の後編。 ADHD の夫編でございました、うんはい。少しでも勉強になった、ためになった、ちょっとでも元気になった、そして、ゆうがちゃんおかち、頑張れっていう方は、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。あと、コメントも全部見てますので、コメントもよろしくお願いします。えー、っと、こんな感じで、夫婦の時間は、ゆうがちゃんとおかち、おかちと、ゆうがちゃん。 今最も話話ししたいことをペチャクチャおすする番組です毎週日曜日の9時からやってますのでお気軽に遊びに来てください。生配信な。生配信やってます。うん、はい、ということでバイバーイ,バイ,バイありがとう。